オーバーアウラは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。オーバーアウラは、クニュル山地の南端、アウラ川とその支流の谷に位置している。近隣の市は、バートヘルスフェルト、シュバルムュタット、ホムベルク、アルスフェルトがある。オーバーアウラは、北東は、ノエンシュタイン、東は、キルヒハイム、南東は、ブライテンッハームヘッツベルク、南西は、 オットラウ、西は、ノイキルヒエン、北はシュバルツェンボルン。この町は、6つの地区からなる、オーバーアウラ、ハウゼン、フリーディメローで、イップラ、オルベローで、バールスハウゼンオーバーアウラは856年に、オビラとして、初めて記録されている。ハウゼン地区は1160年に、初めて記録されている。ハウゼン地区には、古くから、古田修道院の城塞があり。 その跡地には、その後1674年に、デルンベルク男爵が、ルネサンス様式の上官を建設した。ナポレオンのベストファーレン王国時代、オーバーアウラは、関東オーバーアウラの首優であり、治安裁判所があった。オーバーアウラの長議会は、23議席からなる。長長のクラウスバーグナーは、 2009年9月27日に62.2%の票を得て選出された。前任のカール・ハインツ・フェストベーバーは1997年に決選投票の末、対立候補のクラウス・バーグナーを破った。フェストベーバーは2003年に73.7%の票を得て再任されていた。ズンガラ、青地でキブに、金色の身不正の山。その中に3枚の葉を持つ。 緑色の多くの木。山の上に赤い爪やくちばしで威嚇する銀の袋。6つの突起がある星形が、その左右にそれぞれ3つずつ配置されている。青い背景色は、青い旗に関する古い伝承によっている。フクロウは、オーバーアウラを、6つの星型はこの町の地区を示している。星型は、何、世紀もの間強い影響力を有していた。 ツイゲンハインハクの紋章に由来する。ミブ星の山は、この町が位置する、国ル山地を示しており、多くの葉は、かつてのクアヘッセンバルデック観光連盟に所属した、ことを示している。ハウゼン城オーバーアウラは、連邦道 B454 号線沿いに位置し、この道路によって、全国的な道路網に接続している。この町から約 10km の距離に、 アウトバーン A7 号線と A4 号線とが交差するジャンクションがある。公共の近郊交通は北ヘッセン交通連盟によって運営されている。この町と鉄道網とを結びつけていたクニュルバルト鉄道は1984年から廃止されている。この鉄道の駅はバートヘルスフェルト、シュバルムュタット、ホムベルク、エフツェにあった。 旧鉄道路線は自転車道に改造され、トライザからヘルスフェルトイコールローテ群との軍、境まで通っている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。